はいどうもショイティブでーす。どうもショイチロです。はいお願いします。お願いします。というわけでね、ショーヘイズのバッケンキャッチャーショイチロ君に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。ショイチロ君といえばさ、バッケンのキャッチャーの印象がすごく強いんですよ。で、僕ね、最近ちょっとキャッチャーをこうたまにやるんですよ。あ、はいはい、どうしてもね、セカンドさせないんですよ。まあ肩が痛いってのはあるけど、そもそも動きがちょっとこう分かってないところがあるので、はい、ショイチロ君といえばさ、ラガーズとSK グリーターズ試合の時に、はい、まあ刺してたっけ、確か刺してた刺してたとは思うんですよ。めちゃめちゃもうバッケンで、なかなかさ、あんなにガチでこうバーって投げるキャッチャーをあんま見たことなくて、それはもうちょっと教えていただきたいなってところで今日は来ていただきました。はい、ボールを取ってからこうステップをして投げて、まあ、投げる時にどの辺をイメージして、ベースのどの辺をイメージして投げてるかっていうのもちょっと聞きたいので、ちょっと今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、翔一郎君といえばさ、学歴とかも聞いたことないんだけど、高校とか大学ってどこ行ってたの？そうですね、僕高校は埼玉栄北高校っていうところの、埼玉栄北、あ、栄北ね、栄北高校、栄北高校、栄北、なるほどなるほど、そう、里江学園っていう、長崎徳春さんとか埼玉栄さんとかの系列校の通ってました。で、大学は国士舘大学、おそのまあ運動したかったんで国士舘大学行って、そこで準硬式野球マジかやってたっていう感じ。え、ずっとキャッチャー？そうです、まあ高校の時はキャッチャーと、まあ、まあ結構いろんなとこやったりしたんですけど、うんうん、大学はもうキャッチャー一本で。マジか。そうですね。で、大学時代は一応ベスト9に入ったぐらいやってました。マジで、はい、マジか、はい、すげえ。まあ、その早球に関してすごいやっぱさ、バッケンだけどさ、はい、この遠投とかってどれくらいなの？遠投は、まあ、最近測ったので 100m を超えてたんですけど、学生時代一番いたのは120何 m とか。120何 m ホームから適当に投げたらスタンド超えちゃったの。マジかよっていう感じですか。えぐいなそれえ、巡行でしょ？巡行でスタンドバーンと入ったんです。それはえぐいわ。それはえぐい。それはキャッチャーやってたよ。外野でもいけるよね。外野手でもいけるよ、ね、そうですね。だから高校の時外野とかも。サードでもいけるよね。ああ、そうですね肩があれば確かに。ピッチャーもいけるよねファースト。いやでもやっぱりさ、こう学生野球を引退した後ってやっぱさ、はい、草野球ってなると肩を痛める人がやっぱ多いと思うんですよ。その中でさ、全然平気なわけでしょ？そうですね、痛めてはないです。なんでっていうちょっと聞きたいんだよ。ああ。これ話すと、まあ、長いんですけど、端的に言うとやっぱ毎週ディズニー行ってるから。ああ、まあまあ夢の力は確かに借りてるから、まあ、かもしれないですけどそうですね。まあ言うと、その大学時代にそこつながってて、僕も最初大学入った時ちょっとなんか違和感あったんですけど、うん、めちゃくちゃなんかその時にトレーニングっていうかストレッチめっちゃするようになりました。お、今でも野球終わったら帰ってきたストレッチちゃんとするとかで、その時に水泳すごいやってたんです大学の時。あ、だから可動域が広かったっていうのが僕の中で痛めない理由なのかなとは思ってますね。柔らかさ、柔軟性、柔軟性はすごい意識してるところです。なるほど、参考にしたいと思います。はい、先生肩を直してください頑張って直しますはい、あと何だっけ、あと何言ってましたっけ、何だっけ、あと今の駅遠投ぐらいだよね、だよね。はい、はい、というわけで早速やっていただきたいと思います。はい、はい、それでいきましょう。じゃあまずちょっとキャッチボールしてもらって軽く。はい、わかりましたそもそもキャッチボールで意識してることって何かある？低いボールを投げるみたいな感じ？そうですね、基本的にキャッチャーって低く投げるんで、うん、まあ低くはすごい意識してます。目指すのは頭から胸あたり、うん、で最近すごい思うのはやっぱキャッチボールすごい大事だなって、まあ、今更なんですけど思ってて胸にやっぱ返すこと、うん、めっちゃ重要視してます。あとはこのキャッチャーなんで円運動を使う。円運動、このハンドリングでキャッチャーやってて、うん、多分衝突しちゃって結構あると思うんですよ。で投げようとして焦って落としちゃうみたいな。ああ、なるほど。けどこれ円丸の中でやろうとするとそれが少なくなるんですよ。キャッチボールの時はとにかく丸を作ってます。こんな感じですけど常に丸を作って投げる。なるほどなるほどなるほど。試合だとこんな作れないんですけど、うん、丸。マジか丸です。へ、そうするとこの、まあ、ジャックルって言うんですけど、ジャックルが起きないそのポロッとやる。このタイミング受けてるのに落としちゃってああセーフっていうのがなくなる。キャッチャーはそれに決まって決めてきなんで。なるほど、ね、
ザックルをなくすようにここの常に遠に。ええー、すげえ。キャッチャーやるときはそうしてます。なるほど。これ違うポジションってやってるときはまた別になってくるんですけど、キャッチャーのときはここを丸使いたいんで大きくわざとらしく、こう大きく使ってます。だからうちの良平ちゃんなんか基本的にこうこの瞬間もう、はい、すぐさ耳の後ろに行くじゃん。はい、そうですよね。あれダメだよな。あれはちょっとそうです。あの極論あそこに持ってきたいのは分かるんですけど、あくまでも円運動の意識の中ですぐここに持ってくる。なるほど。それがちっちゃくなってくる。でもこれは本当誰でもできるんで、うん、やってみた方がいいです。ちょっと良平さんに一言お願いします。しっかり円回してください。途中で悩んでっからな。ああ、やっぱ円運動がないからだな。そうですね。だから痛めるのもありますね。無理やり持ってきちゃうと。そうそう、無理やり持ってきてない。あいつそう肩こわばって浮かしたり、キャッチボールの時は胸に返すことと円。なるほど、はい。じゃあまずちょっと取ってからの、はい、このステップ投げる前までの段階ちょっとやってほしくて。ああ、いいです。いいですか。実践言うとバッターがいるんで、うんうん、まあバッターと当たんない位置、そのステップして当たんない位置です、ね。ああ、なるほどなるほど。これがバッターここにいるのにこんなんだったら取るのもしんどいし、投げるとき窮屈になっちゃうんで、うん、ここ難しくて、さっきの円運動ができてると、まあ、ほぼその場でステップに切り替えられるんで、うんうん、なるべくその当たらない位置なんだけど前に出ない、なるべくも後ろで収まる。なるほどなるほど、なるほど。理想系はまあ、ベースの後ろらへんにこうやってちゃんと足が出てくることが理想なんですけど、まあ、ボール揃えたりするんで、そこは体が開かないように、うん、しっかりセカンドベースに向くように収める。なるほどなるほど。え、この取るキャッチングの取る位置とかはこう気にしてる？やっぱ投げやすいから、やっぱこの右半身の方で取るとかさ、まあ、理想はこの右半身フォーム、うん、で腕はもう伸びないように。伸びないように。そうです。なぜかって腕伸びちゃうとこっからここに持ってくるまでの時間があるんで、なるべく近くで取ってここで回る。なるほどなるほど。近場で、なるほど、ここで回る。これも自然でしょ。こう無理やり、あ、そうです、無理やりはだ、左手でこうやんじゃなくて自然とさってこう、でしょ。キャッチングでミットをその流されるなって言うんですけど、うん、この時はわざと流されてます。おー、なるほどなるほど。まずここだけでやると、うん、こんな感じです。あー、なるほどね。極端に言うとボール流されていいんで、流されて今の位置でもここにも来てるんです。うん、確かに。だから無理やり返さなくていいんで、円運動を作りやすくするためにやってます。なるほどなるほど。あ、すげえわかりやすい。めちゃめちゃわかりやすい。実際そのフレーミングとかって言うんですけど、普通は止めるんですけど、うん、ランナーいるときは流しちゃってます。走ったと思ったらもうこう流してくるんです。そしたらもうここ、すげえここがすげえ、なんだかんだ一番ここが大事だ。なるほどなるほど。ロスをどんだけなくすか。へえー、そうOK。 こうだな。よいしょ、OK、ナイスボー。よいしょ、あー、ナイスボー。ちょっと高いけど、あと2球。よいしょ、あー、ナイスボー。 OK。 はい、
ありがとうございました。よっしゃ。いやすごいわやっぱ。いやいやいや、ありがとうございます。なんかやっぱ球がこう落ちない、それがやっぱすげえなって。やっぱ本気、やっぱガチで投げるでしょ、ピッチャー以上にガチ。そうですね、結局試合になると本気の投球って多分なかなかできない状況で、うん、練習は思いっきり投げるように意識してるんですけど、ピッチャーに返す時とかも、まあ、そこそこ強めで返すようにしてます。ピッチャー怖いな。そうです、だからまあ手首だけなんてそんなあるんですけど、うん、そこで意識しとくと強い球いくし、今言えるのは、まあ、僕地型もともとそのまあ、あるからあれなんですけど、なくてもさっきの言った円運動とかステップっていうのは誰でもできるんで、うん、そこだけで全然そこそこ肩強いキャッチャーよりかはみんな速くなるんで。なるほど。僕意識してるのは強く投げるというよりかはステップ、どんだけ小回り効かせるかっていう、うんうん、手離れまでどこまで速くできるかっていう、あとはもう低く投げる、うんうん、ショートお願いって感じで別にワンバンになってもいいんで。、はい、それを意識してます。なるほど、はい、ありがとうございました。いいえ、めちゃめちゃこれ参考になったんじゃないですかね。まあ、視聴者のね、方もいろいろ質問とかあると思うので、はい、もし質問あれば石川くんがコメント返信してくれると思うので。はい、キャッチングに関して質問がある方はぜひとも石川くんへ質問をしてみてください。はい、石川くんの、SNS などは、動画のリンク貼っておきますので、ぜひともチェックよろしくお願いします。質問があれば気軽にどうぞ。お願いします。お願いします。ではチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。あ、いいね。わー、やくい。あ、グッド。今の良すぎたな。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。